ハイダイです。ゼリオチャンネルの君散歩です。今日はね、バックゲンビル本店さんの交差点ファミリーマートのところからスタートします。お付き合いよろしく。この通りのこのガジュマル、ガジュマルじゃないな、なんかすごい木のトンネルみたいでいいですよね。いつも毎回ここ通るたんびいいなって見つめるけど、美容室荒城、散髪、この辺も散髪あるんだ、覚えとこう。こうまっすぐ行くと、とりあえずゆっくりのんびり歩いていきます。特別なんということもない道ですけど、今日は暑いな、太陽がまだ日が高いです。気温で言うと28度ぐらいかな、今石垣島、4月の20日リラクゼーションエステ。ここを先行くとあれですね、18番街島バナナ、島バナナ、ちょっとぷっくらしてる、もうそろそろですね、すごいぷっくらしてる。ハイビスキャット結構人気あります。左、右手ですね、右手に東林寺見えてまいりました。ちょっと渡ってみようかな。鳥居は通り道じゃないんですよね。ちょこっと覗いてみましょう。はい、なんか書いてあるので見てきましょうか。ウガンジュニなのかな、権現堂、重要文化財、昭和56年に指定されてます。文字読めるかな。これは英語、中国語やら何やらで書いてます。でっかい、木もでっかいよ、でっかいよ、大木だよ。はい、お邪魔しました。
で行って、東林寺前のバス停です。で、東林寺駐車場があります、向かいに。こちらが東林寺ですね。重要文化財仁王像。お、大駒沢だ。仁王像。午後6時になってます。なんか涼しい。お、なんだろう、カラフル。お守りとかのお賽銭箱の横に置いてます。で、代金はお賽銭箱にということです。はい、私の小さな願いも叶えてください。はい、では中をちょっとぐるっと見てみますね。後ろ通れるけど通り抜けは禁止だそうですよ。はい、除夜の鐘とか鳴る鐘を鳴らすところ。ここは大木がすごいでかい。樹齢何年？これは、これ皆さん何だと思いますか？沖縄のね、琉球の骨壺です。これ焼き物の、まあ、ここに置いてあるってことは飾りで置いてるとは思うけど、やっぱりいろんな祀られてる。東林寺さんもお邪魔しました。東林寺の交差点斜め向かい、湯気お菓子屋さん。ここのカステラがね、すごい美味しいって有名なんですけど、なかなか早く売り切れるということで、まだ食べたことがない。
東林寺の角を右に曲がってきます。今年はブーゲンビリアがすごいどこも綺麗ですね。このところは中古車屋さん。居酒屋マダンバシさん、結構美味しいですよ。お料理おすすめです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ぐるっとぐるっとぐるっと、上り坂だぞ。ここに来るのがいいな。憧れ、こういう古民家。お庭も広い。人んちなのであまり細かくは映せませんが、曲がりましょうか。お花が綺麗。でもでかいな。お隣さんもでかいな。でかい上にこれは鳳凰木かな。でっかい木。鳳凰木だと思うけど、まだ花咲いてないですね。アジュンマ、アジュンマは韓国語でなんだっけ、お母さん、確かお母さん、わかんないけど、アジュンマさん見えてきました。あ、かき氷とかもやってるよ。サーターアンダギー、よし、早速行ってみますか。あ、こんにちは。はいはい、久しぶり。お久しぶり。あ、痩せなくて。はい、痩せた。痩せてない。そうよ。全然痩せてないよ。全然違ってる人が。なんで、違うよ。久しぶりに見たからじゃない。いや、どうした。
若くなってるさ。若くなってね。いや、おせちじゃないよ、びっくりよ今。本当に、うん、もう大変してた。なんでも一緒に言って。え、ありがとう。もうちょっとずつ高くなってごめんね。いいえ、いいえ。それでもちょっとサービス入れたら。ありがとうございます。高くなってるものはね、もうでもね、小麦粉もね、みんなあ、ね、そうそう、うん、ありがとう、はい、あ、いつもありがとう。私今これ天ぷら1000円分購入です。また後でゆっくり中も見ながら。段ボールに入ってんだよね、箱に。楽しみ。はい、もうちょっとうろうろお散歩を。玉木餅屋とか、よしここ行ってみよう。子供たち用かな、バスケットリンク。小さい時憧れたな、こういうの。誰も住んでないかな、こう。そんな感じがする。もったいないな。ワイルドシーサー。あ、ここあれだ。はい、ちょっと通り過ぎちゃったけど、玉の露酒造さんの蔵ですね。あ、右側を見るの忘れた。まあいいか。この先行くとね、左手にね、美味しいケーキ屋さんあります。こんにちは。こんにちは。誰も住んでないぞ。私にくれんかな。くれるわけないでしょ。いいね、この家も。先ほど通った東林寺の表通りの方を出てきました。ここ右側に行くと、もう東林寺、あの右側に木が、緑がいっぱい見えるとこ。
もうスタート地点へ戻ってまいりました。手作り工房くま、何だろう、 T シャツかバッグに筆かスポンジで叩くように色をつけていきます。40分から90分程度。あ、体験だ、体験、型染め体験ができる。ほら T シャツバッグ、お時間があればぜひぜひ。じゃあアトリエ青、じゃあ薄力さん、おいしいおいしい薄力さん。お、なんかうがんじですね、ここは。立派な木、首。信号がここだ。スタート地点のゲンビル、うんちめしゲン、もんじゃ焼きのつまみ屋さん、イルポッツォ、新しいお店だ。もうすぐオープンだ。夕暮れのモールも見えてまいりました。今日の君散歩はこの辺りで。よっしゃ。グッドボタンよろしく。もちろんチャンネル登録もね。じゃあね。